次あの先ほどと違ったの次洗濯機の防水パンなんですけど、はい、今まで640画とか、はい、740画、うん、あと800画っていう洗濯機の防水パンは、まあ、スタンダードであるんですけど、はい、弊社がちょっと新しく出させてもらってるのが、はい、600画の洗濯機パンで、今まで一番小さかった640画よりも小さい、うん、さらに小さい防水パンなんですけど、はいはいはい、まあ、リフォームの際ですとか、はい、洗面化粧台を入れ替えたりする際に、うんうん、今の洗面化粧台って少しこう昔は陶器があってこう少し絞られたような形だったんですけど、うんうん、今本体も同じような大きさになってまして、はいはいはい、防水パン640画を入れ替えるってなると、うん、入らないよっていうような現場があったりですとか、はい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 、あとワンルームですとか、はい、そういうお一人様向けの住宅で、まあ、少しでもスペースを確保したいっていうところで、うんうん、こういった少し小さい600画の洗濯機パンを出させてもらってまして、うんうんうん、でこれでいくとあのこの足の部分がかさ上げにもなってるので、はい、うんうんうん、防水パンの上を、まあ、掃除ですとか、はいはい、もう従来の洗濯機防水パンに比べるとしやすくなってるっていうところがメリットなんですけど、うんうん、なるほど、あトラップのお手入れも、あ、まあ、あ、そうなんですよ、そうですけどすごい楽そうですよね、はい、今までだと多分640画とかだと手をこう下に入れてとかやらないといけなかったんですけど、かさ上げになってるのでもうそのまま手を入れていただくだけで、あとまあ通常こういう正面が見えてるのがちょっと気になるなというお客様向けにこういったカバーもあるので、カバーをつけていただいてお掃除の時だけ外していただく、はい、そういったこともできるので、あ、なるほどですね、外観的にも非常に綺麗に見えるような防水パンになってます、はい、なるほど、であと、はい、掃除口なんですけど、はいはいはい、そうなんかいっぱい種類ありますねそうなんですよ、はい、弊社の洗濯機排水トラップもそうなんですけど、はい、この掃除口も、うん、たくさん種類ご用意させていただいてまして、はい、やっぱこの金色がすごいやっぱ気になりますよね、はい、どうしてもやっぱ床材フローリングとかの色によってはシルバーだとちょっと調和しにくいような、あ、浮いてしまうというか、そうです、浮いてしまったりとか、あとは最近ですとちょっとレトロっぽく、うんうんうん、まあ、リフォーム DIY されたりですとか、はいはいはい、そういった時にこういう金色のやつを使っていただくと、うんうんうん、まあ調和したりですとか、はいはいはい、まあ、色味的にこう、そうですよね、綺麗にこれだけやっぱ種類あったらやっぱどれかはやっぱりこのお部屋にあったようなやつとかもやっぱありますもんね、はい、そうですね、艶消しもあったりとか、あ、そうですね、艶消しがあったり、これは傷がつきにくくなったりするっていうのと、はいはいはい、こういうメッキ調のやつに比べるとあの、はい、反射映り込みとかっていうのが少ないので、うんうん、どうしても女性の方とかで、ね、公共の場所でこういうのがついてると映り込みを気にされたりっていうところがあったりもするっていうお声がありまして、なるほどなるほど、はい、そういうのでこういう艶消しですとか、はい、あとちょっと私個人的に一番好きなのが、うんうん、このフラット型のつば付き掃除口っていうんですけど、はい、まあ、こうやって見ただけではあのちょっと分かりにくいと思うんですけど、はい、横から見ていただくと、はい、このつばの厚みがだいぶ薄くなってまして、はい、まあ、病院とか、はいはい、まあ、老人ホームですとか、はい、どうしてもこの段差があると、はい、まあ、車椅子であったりとか、うん、それこそ歩かれてる時につまずいたりですとか、うん、あ、そのちょっとした段差が、ちょっとした段差がどうしても大変になってくると思うんで、うんうんうん、こういう薄くなってるところことで、はい、まあ、そういった、まあ、バリアフリーじゃないですけど、うんうんうん、引っかかりを抑えれるっていうような商品になってまして、なるほどですね、いろいろこれも多分社さんとかではまだないような商品になるんで、私はちょっとこういうのを押して、はい、いつも押していってるんですけど、はい、あとそうです、一番最近新しく出たのが、はい、あのアルミのテストプラグなんですけど、はい、あの従来こういったタイプのアルミのテストプラグっていうのはあったんですけど、はい、それのあのショートタイプになってまして、はい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 、あの樹脂のタイプやとこういった短いタイプもあったりはするんですけど、はい、うん、アルミでっていうのが今までなかったので、
樹脂のテストプラグだとどうしても1回使ってしまうと、まあ、ネジが悪くなって、うんうんうん、使い捨てみたいな形になるんですけど、はい、アルミだと継続して使っていただけるので、まあ、コストパフォーマンス的にも優れてるのかなというところと、あと短くなったことで、はい、まあ、目立たないので、うん、現場でどうしてもぶつかってしまったりとか、こういうのが、まあ、折れてしまったりとかもあるんですけど、まあ、それが出っ張りが少ないので、うん、現場でも危険性が少ないですよというところと、あと従来に比べるとここの外径も小さくなってるので、はいはいはい、穴開けの開口寸法も小さくて、あ、なるほどなるほど、済みますよとか、うんうんうん、そういったところの、まあ、メリット、あとはボーリング付きなので、はい、シールテープを巻いていただかなくても、はい、そのまま一個一個ねやるのは結構手間ですもん ね、 そうなんですね、箇所が多いですし、はい、テストプラグだと何個も何個もってなるとね、シールテープ巻くだけでも大変だと思うので、うん、そうですね、まあ、オーリングで、あとはまあ六角レンチで締めていただけるようにもなってるので、はい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 、はい、なるほど、これいいですね、 ありがとうございます。でコア継ぎ手にも、あ、そうです、コア継ぎ手にも対応になってるので、なるほど、はい、そうかそうか、これは知らなかったですね、これもだいぶ、一番新しい商品ぐらいになるので、まあ、今ちょっともっか PR 中なんですけど、はい、それではですね、宮古さんの、ブスの方、紹介させていただきました。高枝さん、ご説明ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。